はい、どうも。これからね、妖怪ミナレ開封していきたいと思います。じゃーん。今日手に入った妖怪ミナレが、この2種類です。古典メダルと、古典の2ってやつ。この2つが手に入りました。これで、レアメダルを狙っていきたいと思います。まずは、古典メダルから開封していきたいと思います。開封。バンバーン、バンバーン、バンバーン、バンバーン。うわー、さあ何が出てるか。パパン。お、九段だ。見えるかな、みんな。九段と泥だ棒かな。この2匹が当たりました。こんな感じでーす。はい、惜しい惜しい惜しいっていうか外れですね。ノーマルメダルが当たっちゃいました。でも僕にはもう一個チャンスがあるんです。それがこちら。古典の2。こちらですね。古典の2がありますから。古典の2で挽回していきたいと思います。これでね、キリンを当てていきたいと思います。キリンとかね、オロチとかね。さあ、開けてみます。開封。レアメダル、出ろ。出ました。命取りとイザナミ。命取りとイザナミ。あ、残念ながらノーマルメダルですね。ノーマルメダルですね、これは。古典メダル、あ、Z メダルだ、1個は。で、1個は古典メダルですね。はい、残念な結果となりました。まだ、妖怪メダルを手に入れるって結構難しいんですよ。そんで今回やっと手に入ったんですけど、この結果です。まあまた2パックぐらい手に入れたらね、またこうやって開封していきたいと思うんで、もうレアメダル当てまくって、妖怪メダルで遊んでいきたいと思います。ね、ゼロ式の妖怪メダル、妖怪はデラックスウォッチも買っていきたいと思います。ということで今回の妖怪メダル動画は以上です。みんな見てくれてありがとうございました。ということで、バイバイ。